はい、タンタンでございます。こちらですね、寺田さんが作ってる、機種になりますね、ご存知の方はご存知でしょう、久々にうちでも入荷になりました、VG シリーズですね、VG のエレガットっていうところでございますね、トップスプルース、サイドバックがローズウッドですね、ネックはマホガニー使ってまして、非常に引きやすいです。ピックアップこちらついてして、サドルも十分刃も残ってて、お腹のトップもコンディション悪くないですね。ほとんど出てない状態を保っています。ガットなのである程度原稿を保って、現状セットアップになっているので、かなりサドルが残っているので、ちょっとこうアコギ引きの方とかは少し下げてもいいかななんていうふうにちょっと思います。6弦側で弦高算がね、よし、こうやって見てみると分かんないですね、3.5 ぐらいあるんですね。1弦側の方でも、結構あります。4ぐらいあるんで、かなり残ってるので十分落としがいもあります。ちなみに現在はクラシック弾く方用のセットアップになっておりますので、おおむねのところですね、今 3.12 ぐらいですね。こちらの方で 2.8 とかそんぐらいなので、ちょうどクラシック弾いてる方にはつまびくとかを抜くにはちょうどいい弦高だと思います。そんなに感じないので、現状も柔らかいですから、この感じで多分ちょうどいいという感じにうちでセットアップの方はしましたといったところですね。特に重たってひどいコンディションの場所はこちら特にないです。おそらく90年後期、から2000年にかけての商品だと思うんですけど、まあ現行、先ほどの現行に対してネックコンディションはストレートで全く問題ないです。フレット残量もほとんどあるので、ほとんど問題という部分はないですね。若干のピッキング傷だとか打痕が多少あるかな。あとはね、ないっすね。これに関してはバック面もとっても綺麗ですね。はい、サイドになっててピックアップついてて、ピックアップはピエゾです。で、指板がこういう感じになっておりまして、VG のヘッドが全部乗っているような状態ですね。で、こ
これをバックでこういうとこにしてください。打工もあんまないのでいいかなというふうに思います。はい、こんなわけですね。一応 VG の、これは何て書いてあるかな、ちょっと鏡で見てみないと何とも言えないところではございますが、VG の、00ガットですね、00サイズの、ガットということで、販売の方をいたします。これも備品中古として、問題ないかなと思います。ブリッジもしっかりくっついてますので、ある程度動きが少ない、実用的なエレガットとして1本おすすめできるかなと思いますので、ぜひ、興味のある方はお問い合わせください。タンタンでした。バイバイ。